ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけで、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております。風来の試練実況プレイ動画パート8だか9ぐらいってことでございまして、さーて、資源という資源が全部なくなってしまったので、とりあえず残りのフラグを立てるにせよ何にせよ、一回自利品で向かうしか、あぶね、なくなってしまったんですよね。その大名御用列はダイヤレベル上がる。事故るな事故るな。で、正直もうどこかで合成の壺ドロップしてもおかしくないわけだから。ただあれなんだよね、そうなるとさ、一個不安なのがさ、そうなるからこそ壺に不用意に物入れらんなくなんだよね。少なからず初代試練で言うと武器が入れられなくなる。あれなんだよね、2作目以降に関しては、あの草の合成とかもできるようになってるから、まあ入れる順番とかにはよるんだけど、まあ少なからずね、ちょっとそこら辺をちょっとケアしながら壺の鑑定をしていったり、場合によっては識別の巻物とかをちょっとフル活動をしながらっていう運用になりますかね。いやいやいや、まあまあまあ、とりあえずとにもかくにもね、正直メインシナリオを終わらせるフラグは立ってるので、まあちょっとまだね、合成が足りないっていうのもあるんだけど、なんでまあ強化型ローグライクの考え方でいくのであれば、こっから何回かの周回の中で倉庫の壺と合成の壺をうまーく手に入れながらキャラクターの強化に勤しみたいって感じですよね。で、今回から先は正直あの山頂の町に行くまでのルートの中で何が手に入るかによっては、そこもちょっとその考慮の余地というか、あのあれなんですよね、山頂の町でワンチャン壺泥棒できるんで、成仏の鎌、成仏の鎌は、あれ成仏の鎌って合成したっけ、いやした気がすんな。なんか俺実況中にゴースト系がなんたらみたいな話した記憶あんな。壺鑑定か、壺識別だよな。壺持ってねえんだわ。よいしょ、いいですね。たまたまとはいえ毒草を投げつけられることなくこうやって来れてるのはいいですよ。腕はで、ドラゴン草、真空斬り。いやでもね、ほんとね、何がすげえって、初代である程度完成、あっと、ドラゴン層か。初代である程度完成してんだよね。デコボコの、まあ、識別はあるが、識別はあるがって感じだな。ちょっと今ここで、すぐに、識別の巻物読むのはちょっと早計かな、と。オッケー、ナイス。また異拡張か。で、こうかな。で、よし。はい。オッケー。悩ましいね。悩ましいね。いや、でもな、試練実況して思ったけど、試練2もやりてえな、久々に。試練2、パート何行くのかわかんねえけど。で、まあとりあえず竹林の村に来ました。ペケジのイベントかな。あ、兄貴、俺やっぱこの店で働くことにしたんだ。実は兄貴に相談したいことがあってさ。酔いどれ亭で待っててくれよ、すぐ行くからさ。というわけでペケジのフラグが立ちました。ってことはデコボコ、待って、デコボコ合成でも合成ではないことが確定したから、保存か。保存と。で、メッキ毒消し、ガマラの肉、ガマラの肉ね。じゃあ、一回思い切ってルビーの腕は。円筒、呪われてる円筒。まあ、でもまあいいでしょう。
で、どうしようかな。目薬草を置いて、イカクチョウは食べて、こんな感じかな。で、まあ合成用に使えるかもしれないから、あ、でも梱包ってできないんじゃなかったっけ。そうだね。だ、まあとりあえずお金は持ち越しで、まあ最悪直樹にあげりゃいいやぐらいで、ペケジのイベント。いやー、待ったかい。ところで前に話した千ギタンのお金の件だけど、その後どうかな。いや、やっぱやめよう。いくら弟の頼みとはいえ、こんな大金払う義理はないよな。すまで、今の話は忘れてくれ。じゃあな。待て、金なら俺が。本当かい。さすが兄貴だ。いや、持つべきものはやっぱ兄弟だよな。いや、遠慮なくいただくよ。兄貴、俺頑張る。頑張って立派な店にしてみせるよ。今まで俺のことゾウリ頭って呼んでた連中を見返してやるぜ。というわけでね、ペケジにとりあえず1000円支払うというイベントがありました。これでペケジのイベントフラグがまた進んだので、これに関してはちょっと一回放置という感じですね。で、まあ今回めぼしいアイテムは、あ、目薬草ごめん売っちゃったわ。君がいたね。で、これで木の矢が貫通するようになってるので、今あれですね、遠投の腕輪っていうのをつけてるので、自分の手から放たれたアイテムが、敵を通り抜けて貫通するっていう属性がついたので、それによってですね、まあ、あの木の弓矢っていう、本当は、木の弓矢っていうのが本当は木の弓矢、銀の弓矢、鉄、違う、木の弓矢、鉄の弓矢、銀の弓矢っていう名前で強くなっていくんですけど、まあ、あの一番そのレベルが低いはずの状態だとしても結構大活躍してくれる状態にできたという感じです。さーて、2体はまずいぞと。で、あれ、俺成仏の鎌どうした。あー、こん中か。出すで間に合うか。で、成仏の鎌、あー、本当はちょっとやってやりたかったんだが、で、まあちょっと売り目的のアイテムばっかが増えてきたな。よいしょ。で、まあ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 、2体とはいえレベル7ありゃ倒せるでしょう。 OK で、そろそろドドドンドン発しちゃうんじゃないですか。 OK。 さあ、6フロア目、天魔峠。真空切りをたやすく産んじゃおうかな。で、これでまあ全員倒して、で、レベルが上がらねえか。失敗したな。よいしょ。あー、装備品変える暇あったのか。ダメだな。おお、毒矢。はい。で、まあまあ亡霊武者も倒しておいて、さーて、飛脚か。あー、保存の壺だな。いいよ、保存の壺は有用性ちょっとあるから。で、雑草、できればこの杖を鑑定しときたい。はいはいはい。ちょっと今回目は薄いからアイテムとかは結構、あーっと、はいはい。あ、待って待って待って、操作ミス操作ミス操作ミス、ちょっと待てよ。はいはい、レベル8。はいはい、オッケー。あぶねー。よし。で、亡霊武者も倒しといて、で、まあアイテムは使いたくないので足踏みでやっといて、さて、これなんだ。あ、痛み分けでもねえな。いやー、でも優秀な杖でないことは分かった。で、壺嵐は邪魔だから、で、山頂の森林、やばいな。今回成果という成果が何もない可能性がワンチャンあるな。うわ、マジかマジか。で、まあやっといて、ちょっとな、泥棒に使えるアイテムが出るのにかけてるんだけど、その期待値も薄いか。吹き飛ばし、
よいしょ。で、骸骨窓を倒して、倍速、棍棒、棍棒の旅か？で、もちろん意味ないけど、また倍速、高飛び。いやいや、おっと。で、おっと。石の杖が何か分かりゃまだちょっと動きようあるんだけど、大した杖ではねえと思うんだよな、効果見てる限り。よいしょ。とりあえず金はくれ。何かに使えるかもしれないので。で、はい、そっか、お前はゴースト系の認識じゃねえんだ。で、一発殴られて、オッケー。で、まあ、2発殴っといてって言おうと思ったら、いやー、コンボプラ1はなー、ちょっと使い勝手というか微妙ですよね。合成6000何歩した気がすんだよな。逃げピータン、どうでもいいですね。なんだ、おーっと、半月型の壺、とりあえずこれキープだな。中見てみようか。何も入ってない。なんだこの壺。とりあえず壺鑑定が先だな。さて、これ倉庫か？ちょっと不安がよぎるな。で、とりあえずこの中に、この中に石の杖入れてあげて、棍棒も入れてあげて、で、青銅庫の盾も入れてあげて、で、まあ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 、あー微妙だけど、で、まあとりあえず買い取ってもらって、あー、なんだあの歪んだ壺3000なんぼって。変化ではねえんだよ、変化ではねえんだよ。あー、でこれ保存か。で、弓矢は、で、確か、あー違うな、あー、その左下の胴たぬきか、これがゴースト系に強いだからやっぱり記憶合ってるね。成仏の鎌はもういらねえんだな。で、とりあえずせっかくだから、お金があるのは使わないともったいないから、とりあえず刀は叩いてもらうべ。で、まあこれで胴たぬきプラス18になった。あれ倉庫だと思うんだよな。どうだろう、待って、とりあえずこれは識別？これ識別か。で、識別の壺、識別の壺って分かったところでな、お、コントローラーの電池が急に切れた。少々お待ちを。はい、コントローラーの電池を変えてきました。いや、これ倉庫にかけたいな、これ倉庫にかけたいな。で、一回買い取ってもらって、普通に自腹払って、ひょうたんの壺、これ変化？そうだよね。で、そしたらとりあえずガンガン入れて、あー、いらねえな。パワーアップはワンチャン使うんだけど、さあ、いや、いらねえな。では、とりあえず買い、
この判定だけに使わせてもらって、もうここまで来たら全部だな。とはいえドラゴン草はちょっと持ってきたいから、爆睡18の木の矢、音切り草、どうしようかな。これ買ってもいいな。でとりあえずもろもろをちょっと持ってきました。でこの状態で一回こう、あー遠投装備してる、外れない、くそ、あーこれもうこれ以上ジャッジできねえな。でドラゴン草は置いて、で待てよ、大丈夫か、一回ちょっとリスクヘッジはした方がいいよな。ってことは今これ俺この壺割れねえのか。あー土地っただよね、これ投げてもポーンだもんね。どこで割れたんだよ。でまあもう今のはいいとして、一回リスクヘッジでこの中に、待って、違ったら大事故起きるよね。一回ドラゴン草入れよう。よし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 。で、胴たぬき、風魔の盾。で、このゼロを置いとけば、これ倉庫だよってわかるから、何もなくなっちゃった完全に捨て替えじゃん。でしょうがねえから直樹に借金返して、よいしょ、で、全額払って、まあ次の一周はほぼ確みたいなもん、確定みたいなもんだからいいとして、よいしょ、で諦めるがないから、よし行くぜ、俺は今から運だけでこのダンジョンを全部クリアしてみせるぜ。さて敵と会ってないよ。保存、待って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 、何もねえのに、あ待って、お前俺から奪うものは何もねえんだろ。で千重装の盾、一回防御力は上がってます。よいしょ、もう一丁、あー死の使い、骸骨カードだ、あー吹き飛ばしか。で命の草、わおう、はい、ちょっと待ってよ、あばす、はい、おお、1、あれ、うい、うい、生き延びるね、やばい、お腹すくけど、また倍速、痛い、吹き飛ばし、いやでも生きながらえてますよ、オッケー。で二面地蔵の谷越えて、でよく見るとね、ところどころ糸切れてるのね。で、あーこれはもう盗まれるべ。よーし11回で、目薬草飲んで罠に踏んで、で飢え死に、あやばい、どの道俺もあと20ターン後に死ぬくそー。さあただこれでちょっと状況が良くなったから、いやドラゴン草がな、ちょっと勇気必要だったもんな。浅い壺ってこれ何、ちょっと怖いんだけど、保存の壺なのかな、何のつもりで送った、あ保存の壺か、確かそうだよね。
で、そしたらこれは出すでいいから、で、これもう保存ってつけちゃって安心できる状態にして、なおかつ、うわ安心だぜ。もうなんだったら竹林の村まで飛んでもいいぐらいの安心感だよ。ただもちろんながら目的はそこじゃないから、合成の壺をなんとかゲットするのを目的としてるので、いやーでもこうなってくるとな、急に不意に見つかる中身空っぽなの、もう保存は保存って分かってるわけだから、もう中身空っぽでも保存じゃないことを確定するんだよね。そこの運用だよね、それをどうするか。まあ1ダメージなんてどうでもいいから、はいはーい、適当に処理していくとして、さあ次の壺はひょうたん、また違う壺だ。いやいやいや、壺の期待値あるぞ。でもう今回の集会は正直その美味しくないアイテムはもう全然ポイポイしちゃうから、とにかくひたすら旨味成分があるやつだけを倒していくっていう、ローグライクっていうかもう RPG だよね。終わりか、終わりだな。でまあ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 、別に豆山賊倒してもらえる経験値なんてたかが知れてるから、で青銅鉱だ、今だと白紙の巻物とかも、マジか、梅の杖、身代わりか、とりあえずやってから考えよう。で身代わりは意外と有用性あるぞ。刀でお金拾って、身代わりか、ワンチャン事故らなければ場所替えとセットだったら壺泥棒できるな。はい、おっと、いやしかしながら1ダメージしか食らわないからどうでもいい。いいですね、やはりフーマン盾はいいですね、ナイスですね。で、おっと、大きいおにぎりが大きいおにぎりに変わってしまう、おっと計算外で、とりあえずよし、探索はがっつりやってっときたいので、識別の巻物、売り値次第だな、売り値次第だな。倉庫と合成と変化を見誤るのが一番まずいから、でまあ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 探索も終わったので、よいしょ、おっと、とりあえずここからガンガン、はいはーい、ほい、ちょっとずつポロポロこぼされる。でこれでとりあえず4回終わって竹林の村に来ました。ペケジのフラグすぐ立たないでしょ。天の恵み保存、あーまあ刀長巻き青銅鉱はまあまあまあもうノータイムドロップで、腐った、まずこれを670円で買い取ってもらう話をする。ちょっとワンチャンスにかけるために、いやその前に四角い壺を置く、400円、でひょうたん型の壺、これ倉庫か合成、これ倉庫か合成だから識別の巻物でひょうたん合成だ、これでとりあえずちょっと武器を強くするための流れが得られたのと同時に、おそらくだけどそうなるとやり過ごしの壺だった、失敗したな。でその後のこと考えて、本当はもうちょっとお金が欲しいんだけどな、もうちょっとお金が得られればいろいろやりたいことがあったんだが、待ってね、2600だよね、足りてるね、だとりあえず天の恵み読む、
で坊やの肉拾う、2600円で買い取る、買う、でこの後の鍛冶屋は諦める。オッケー、あ来た、いいか、二度と来るんじゃねえぞ。あら、そこにいらっしゃるのは兄貴じゃありませんか。一緒にお話ししましょうよ。お前の店はどうした？お店？所詮夢だったのよ。夢見れたのよ。お前の女はどうした？女、あの仲いい、あいつら悪い女だ。俺のこと騙しやがって、俺はあいつのこと許しませんよ。俺のあげた金はどうした？お金？ない、何にもない、全部騙し取られましたよ。ぶん殴る。なあ、すげえパンチ、おかげで一気に酔いが覚めたぜ。あ、兄貴すまねえ、せっかく兄貴がくれたお金を俺は、けど俺思ったね、さっきのパンチは兄貴の愛情表現なんだなって、弟のことを考えるからこそ殴れるもんだよなって。あのパンチはお前のことをこれからずっと面倒見てやるぞっていう兄貴の返事なんだ。兄貴、兄貴のために俺も連れてってくれないか。とにかく俺、兄貴の役に立ちたいんだよな、頼む。おい、おいて、ありがとう兄貴、俺頑張って兄貴を助けるよ。というわけでペケジが旅仲間になりましたと、さというところまで、プレイしたところでございますが、今回おそらく時間の都合的には結構いい感じ、ちょうどいい感じのぐらいの時間なんじゃないかと思っているんですが、いかがでございましょうかと。次回はこの合成の壺とかキープしつつ、あれですかね、場合によってはちょっと一回先まで進んでさらに強いアイテムを取りに行かなきゃいけないかもしれないですね。もうちょっとその強さの担保を手に入れるためにというところでございます。結構ね、なんでしょう、あの決死行というか、もしかしたらこの道たぬきプラ19風魔の盾がなくなるかもしれない判断をしなきゃいけないかもしれませんが、そんな感じで進めていきたいと思っております。というわけで次回も何卒よろしくお願いします。ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしました。ではまた次回の動画にて。 See you next time, stay tuned, bye bye.